月光とピエロは、堀口大学の詩集、及び、堀口の詩に作曲した、清水治の合唱組曲。1919年刊行の堀口の処女詩集。序文を寄せた、長い花風は、君はなぜにおどけたる、ピエロの姿と、しめやかなる月の光とを借りきたりて、その銀懐を託したマイルや、新しき世の感情のあらゆる紛雑と波長とまた、 会話とは皆ここにあるお知らし面がためかと書いている。堀口は1915年、外務省の交換であった父親の勤務地マドリードで、当時ドイツの男爵夫人であったマリー・ローランさんと出会う。堀口はローランさんに、ギヨーム・アポリネールの死を紹介されて、後に、ミラボー教などを翻訳することになるが、アポリネールとローランさんの悲しき恋をピエロに託して、読んだのが、月光とピエロである。 アポリネールは死繍観光の前年に戦地での負傷が元で病没する。作中のコロンビーヌピエレットのモデルはローランさんで彼女にかなわぬ恋をするピエロのモデルはアポリネールと考えられている。もっともピエロは堀口自身であると解釈する説もある。清水は第1回全日本合唱コンクールの課題曲公募に祭祀、死繍の中から 秋のピエロを選び、短曲の男性合唱曲として作曲し応募した。結果、課題曲として採択される。清水は、長期留学の経験はないものの、大阪外国語大学フランス語科を卒業していて、フランス語が堪能であり、広くヨーロッパの文化に精通していたことから、堀口の代表作、月下の一軍をはじめとする役集にも触れていた。秋のピエロが好評を得たことにより、 後に清水は詩集から四編の詩を選び、秋のピエロも加えた前後曲の男性合唱曲を作曲する。この時、連作歌曲様式を採用したことが日本のみならず世界初の合唱組曲となった。1949年に清水自らの指揮で東京男性合唱団によって初演した。後に混声合唱でも編曲されている。 ヨーロッパの秘伝を題材としながらも曲自体は日本の伝統的な音階を基調にして作曲されていてこれにより日本の合唱愛好家に広く受け入れられ今日まで長く演奏され続けている。前後曲からなる全編無伴奏であるピエロの嘆きのみ詩集の第2章 EX ボートから取られ残りの4編は第1章 月光とピエロから取られている。曲順は詩集の掲載順によらず、清水の作曲上の構成によるものである。堀口も演奏会に寄せた文章で、5編のピエロの詩編は、もともと作曲されることなどまるで考えずに、相互の間の組詩風な関連性なども念頭に、おかずに作った、ここ独立した作品でした。胸に病を抱いて、異教万里の外にさすらう、 泣き虫小僧が自分の切々たるさすらいの銀懐を責めて心で泣いて顔では笑うおどけた姿のピエロとしめやかな月の光と似たくして歌い出たものがこれらの語編だとご承知いただけたらよかろうと思います。と述べている月夜明のピエロピエロピエロの嘆き月光とピエロとピエレットの唐草模様男性版は音楽の友者から清水治合唱曲集として 本曲を含めて全6組曲をまとめた形で出版されている。混成版は2018年現在受注生産。ありがとうございます。